よ。ミラキュラスレディーバグ&シャノワール、ディズニーチャンネル。ディズニーチャンネルムービー。これって天才だな。世界一の最強スパイランスが、彼が盗んだのよ。俺じゃないって。突然追われることに。姿消していかないと。助けを求めて天才発明家ウォルターの元へ。何の用？君に頼みがある。彼が作った薬でなんと鳩に。俺の顔した悪い奴がいるんだよ。奴がみんなに悪さするのを止めないと。一緒に行くよ。はちゃめちゃコンビが究極のミッションに挑む。大勢が知ることになるんだぞ。僕の道具が助けになるかも。世界の運命は二人に託された。俺に任せろ。ドーン。初放送スパイインデンジャー、9月25日土曜日夜7時、ディズニーチャンネルムービー。ロックスターのシマリス3兄弟、シマッピーズ。じゃあ行くぞ。アルビン、サイモン、セオドア。俺たち超すごいぞ。スターの日常はノリノリで、はちゃめちゃアルビン。びっくりの連続。新番組アルビン&シマッピーズ、27日昼3時30分から4話連続放送でスタート。一攫ブラスト。魔法の国のプリンセス、スターバタフライ。地球での魔法修行はセキューバイ。バトルに、いや遊びに、行くで、恋に、めっちゃ大忙しい。スター。故郷のミュウにも大ピンチで、急展開ストーリーから目が離せない。これはいけるな。悪魔バスタースターバタフライ、ご覧の時間で放送中。ディズニーチャンネル。ぽっちゃりウサギのモランと、びっくりひよこのピヨピヨの愉快な毎日。モラン、ご覧の時間で放送中。ディズニーチャンネル。またまた始まるよ。ミラキラスレディーバグ&シャノワール、ディズニーチャンネル。まだまだ続くよ。ミラキラスレディーバグ&シャノワール、ディズニーチャンネル。ディズニーチャンネルムービー。アルビー。オーケー。26日は4作連続でシマリス3兄弟が大活躍する映画を一挙放送。こんにちは。まずはなんとシマリスたちが大スターになっちゃった。アルビン歌うシマリス3兄弟。俺たちが誰に負けるって言うんだ。続いては可愛いライバル出現、アルビン2シマリスシマッピーズ VS シマペッツ。そしてなんと無人島でピンチの連続。雲の毒だよ。アルビン3シマリスたちの大冒険。さらにいい作戦がある。動くんじゃない。アメリカ横断の旅で大暴れ。アルビン4それいけシマリス大作戦。アルビン映画4作品、9月26日昼2時から一挙放送。ディズニーチャンネルムービー。どうも、私はアン。不思議なことが起こったの。自分の世界にいたはずが、気づいたら話す変えるとおかしな生き物が暮らす世界に迷い込んでた。みんなには怖がられてる。あだあだ。でもスプリグってカエルの男の子と出会ってすぐに親友になった。痛くなくて楽しい。アン、うちにはいつ帰れるんだろう。この世界も楽しいけどね。何でもありの世界。勘弁してくれ。不思議の国アンフィビア、ご覧の時間で放送中。ディズニーチャンネル。ひらめいた。見習い魔法使いセイディ。これでよし。魔法の修行で人間の世界と魔法の世界を行ったり来たり。やったね。ウサギのギルバートと一緒にやろう。目指せ一人前の魔法使い。任せて。セイディスパークス、毎週土曜日朝11時から2話連続放送。ディズニーチャンネル。ワンチャンストリートに住む101匹のダルメシアン。最年長のヴィランとドリーは兄弟の子守で大忙し。ここは僕に任せて。勘弁して。憧れの消防士になったり、家をスケート場にしたり、毎日がワンダフル。みんなでハーグ。101匹ワンチャンストリート、ご覧の時間で放送中。ディズニーチャンネル。
またまた始まるよ。ミラキュラスレディーバグ&シャノワールディズニーチャンネル。この後はなんだかずれてるおてんば姫のプリンセス修行悪魔バスタースターバタフライ、この後すぐディズニーチャンネル。ディズニーチャンネルアートでしょ。ゴッホのように芸術の花を咲かせるのだ、アート様。今日の花はどんな花だ。時間だよ、時間だよ。おアート様。いやー、なんだ。アートでしょうの時間だよ。それはまずい。そうぞピッキー、よし、では始めよう。ミュージックスタアート。さあ今宵もアートを狙ってアートをご紹介。アートでしょう、いつショータイム。やらかみも悲しみも人生はいろいろあるさ。青空を泳ぐように自由な君の心をぶつけろ。それがアートでしょう、これはアートでしょう。でしょ、ゴッホみたいにバッと。そう、芸術の花を咲かせよう。そんなアートで人生をバラ色に変えちゃおう。それこそアートでしょう、これこそアートでしょう。今すぐアート。アート作品を大募集。ディズニーチャンネルに関係するアート作品を送ろう。詳細は公式サイトで。バッタ様どこ？あ、いてて。お、ではさらばだ。あーっとー。